皆さんこんにちは。オンラインウォッチアカデミー藤本です。今回分解掃除で作業しているのはセイコーの自動巻き 6R15 です。2018年製造なのでおよそ5年ぐらい経っている、そういう修理品があります。今回初めての作業ということなので、部品の状態がどうなっているのかこれから紹介します。現在、パーツの分解が終わったところです。戻ったところはジータ、回転錐、巻き芯などがあります。耐震装置は、ね、分解した後なんですけども、ちょっと気になっているのはアンクルの爪石の油とか、あとは、この一番上の保有装置というものがあります。どういう状況なのか顕微鏡で紹介してみます。保有装置が2つあります。向かって左側が3番車、右側が雁木車の保有装置です。耐震装置に、ね、油があった通り、油はそんなに、ね、切れていないんですが、でも一部こうやって流れてなくなっているような、そういう箇所もあります。同じ個体ですけども、場所によって油が残っているところ、残っていない、流れてしまった、そういう状況が見受けられます。それとアンクルの爪石油の状態を確認しています。向かって左側は切り爪石の表面です。この部分に雁木車が左から右に通過しますが、ここにね、油が残ってる量観察すると少ないですね。もうそろそろ分解掃除の時期なんじゃないかなというのがこの状況から確認できます。この後洗浄して組み立てを始めます。作業が済んで測定器にかけました。綺麗な黒音線が画面に出ています。ひとまず、作業は完了です。オンラインウォッチアカデミー、レッスン動画、修理事例動画、現地イベント、フォローアップライブ、オンラインで学ぶ一生ものの時計技術、私の大好きな時計修理技術を皆さんと一緒に共有できる日が楽しみです。ぜひお待ちしております。